31SA 及び W31SA2 は、産業電機が開発し、KDDI 及び沖縄セルラー電話の AU ブランドで販売されていた CDMA1XWIN の携帯電話である。同社の AU 向け端末としては、初のスライド式である。キフラッシュなど発売当時最新のサービスに対応する、他 EGFM や SD オーディオを搭載しており、 音楽機能が充実している。全機種の W22SA とは異なり、FM ラジオ用アンテナを内蔵しており、イヤホンケーブルを挿入しなくても、本体だけで FM ラジオが楽しめる。また、e g FM は内蔵をメモリに、最大約60分の録音が可能なほか、IC レコーダーも備えており、こちらも内蔵メモリに、最大5時間の録音が可能である。カメラは、 AF 付きでメールアドレスや電話番号を読み取れる OCR 機能や英単語を写すとその単語の意味を表示する OCR 英語辞書、カメラで辞書にも対応している。2005年9月にはセカンドバージョンの W31SA2 も発売された。こちらは W31SA では別売りだった SD。 ジュークボックスバージョン 5.0LE と USB ケーブルが同梱されている。ありがとうございます。